カッサンドラーを領辱するショーアイアース岩礁場で、神を波する、ーアイアースショーアイアースは、ギリシア神話に登場する英雄である。長母院を省略してアヤアスとも表記する。ロクリスの民の王。ロクリス王オイレウスとエリオーピスの子。イボ兄弟にメドオンがいる。トロイア戦争には、ロクリス人を率いて40隻の船と共に参加した。 テラモオーンのコアイアースと区別するために、ショーアイアースと呼ばれる。小柄だがアキレウスに次ぐ瞬足であり、ダイアイアースと組みにして、両、アイアースなどと呼ばれる。彼は神を敬わない、不尊な人物として描かれる。ビブリオ提携によれば、トロイア陥落に際して、アテーナーの像に抱きついていたカッサンドランを強姦した。アテーナー像が上を向くようになったのは、 この時の場面を見るのを嫌ったからであるという。またパウサニアス、ギリシアンライキアエウリーピデース、トロイアの女ではアテーナー像ごとを下押したとしており、さらにアテーナーを激怒させている。ギリシア軍が帰還しようとすると、預言者であるカルカースが、アテーナーが怒っていることを告げた。初めて、アイアースの蛮行を知った、ギリシア人たちは、アイアースを殺そうとしたが、彼が、 祭壇に逃れたため果たせなかった。アイアースの末路については、オデュッセイアが伝える。アテーナーの怒りを買った、アイアースは、女神アテーナーが送った嵐で木との公開中に、ナンパするが、一時は渡すみ、ポセイドオンに救われて岩礁に乗り上げる。しかし、そこで、神の怒りも自分には及ばないと勝ち誇ったため、ポセイドオンが三冊の矛を投げつけて、岩礁を打ち砕き、 彼は溺死した。その後も女神の怒りは解けず、ロクリスの人々は、毎年、名門百科から若い未婚の女性を二人ずつ、トロイアのアテーナー神殿に送らねばならなかった。女性二人は、船で海を渡り、殺そうとする、トロイア人の手から同行した護衛により、神殿へ逃れることができれば、命だけは助かるが、恥ずかしめを受けながら、一生を独身で過ごさねばならなかった。 この習慣は、紀元前800年頃から紀元100年頃までと1000年近く続いた。ありがとうございます。